メントっていうのはどうしても考えすぎると重くなってしまいますので、考えすぎないことを心がけるといいんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、スピーチャリーチ3人です。今日もありがとうございます。宇宙元旦から2週間ほど経ちましたね。2023年のスタートダッシュ上手に切れていますか？以前からお伝えしている通り、今は牡羊座木星期という今後の12年の運勢を決めるとっても大切な時期です。3月24日には銀河系の影の支配者である冥王星が水瓶座に移動しましたが、このことで今までの地の時代の価値観がいよいよ過去のものとなって、新しい価値基準が定着する時代になっていきます。今まで地の時代がどうしても合わなくて生きづらかったという方は、ここから風の時代に移行していくことでもっと活躍できるようになったり、もちろん過ごし方次第ではあるんですけど、より自分の理想に近づけるような引き寄せがどんどん起きるようになっていきます。そんな大革命が起きている今、その波に乗れないというのはすごくもったいないですよね。ということで今日も月の開運アクションについて分かち合いしていきたいと思います。宇宙とは例えるのであれば大きな海、海を想像していただきたいんですけど、その海には波が高いところがあったり、渦を巻いているところがあったり、潮流があったりするわけなんですけれども、そんな海にプカプカ浮かんでいる船を想像してみてください。その船が人間です。ということは、海が荒れていればその上に浮かんでいる船も影響されて揺れたり、場合によっては転覆したりしてしまうわけなんですけれども、占星術でホロスコープを見るということは、自分が今浮かんでいる海の状態を確認するということですね。海の天気予報を参考にするということなんです。皆さん普段、明日は気温が35度を超えますよって言われたら、それなりの準備をすると思いますし、明日台風が来ますよって言われたら、それなりの対策をすると思うんですね。そんな風に直近起こり得る物事を予測して最適な過ごし方が分かるっていうのも占星術なんです。そしてこれも前の動画でも言ったことなんですけど、数ある天体の中で人間と一番深いつながりがあるのが月で、天体からのエネルギーも結局は人間は月を経由して受け取っているとする占星術家の方も中にはいらっしゃいます。人間の体の臓器や部位も脳とか腸とか胃とか足とか膝とか肘などなど、月編の漢字がかなり多いのも興味深いところですね。実際過去数週間このテーマでお話してきましたけれども、確かに月のリズムに合わせて行動するといいことが起こり始めましたとか、いい感じになってきましたというコメントも結構いただいているんですよね。ということで今日は明日4月5日6時51分から4月7日15時29分までの天秤座に月が滞在する期間の開運アクションについて、それからその後4月7日15時29分から4月9日21時56分までの月がサソリ座に滞在する期間の開運アクションについてお話していきたいと思います。ではまずは4月5日6時51分からの天秤座に月がある期間についてですね。天秤座は12星座の中では7番目のサインで、社交上手でおしゃれさん、ファッションセンスが抜群のサインです。そして特に女性には気になる結婚、パートナーシップ、人間関係、こういったものを支配しています。天秤座の波動を上手に取り入れられたら、素敵なパートナーが現れたり、憧れの人にふさわしい自分になれるというような願いも叶えてくれます。そんな理想のパートナーシップ、結婚の願いを叶えてくれる天秤座のラッキーアクションを確認していきましょう。天秤座は風のサインなので、ひらひらした風になびくものと相性がいいです。普段パンツ派の方でも、月が天秤座にあるときは風になびくブラウスやスカートを履くといいと思います。この期間は髪を巻いたりウェーブにするのもいいですね。また天秤座カラーである愛されピンクは恋愛運アップの力が抜群。メイクやファッション、ハンカチなど小物でもいいので取り入れてみてください。それから天秤座のルーラー、支配星は金星ですので、美しいものやキラキラしたものとも相性が抜群です。金星をルーラーに持つサインはもう一つ牡牛座がありますが、牡牛座が芸術的な美を司るのに対して、天秤座は自らアレンジする美が管轄です。つまりファッションにこだわりを持つことや、自分で自分に似合うファッションやメイクを研究するっていうことが、この天秤座の波動とマッチするということなんですね。また天秤座の家の中での管轄はファッションをしまっておくクローゼットです。この時期はクローゼットのお掃除、そして自分を彩る素敵なファッションを研究、また楽しむことに力を入れてみてください。天秤座は他者との関わりも意味していますので、自分のファッションやメイクについて他人の意見を聞いてみるというのも開運アクションになります。そしてこの時期シェイプアップするのであれば、天秤座の支配であるウエスト周りですね。美しいウエストが映えるスカートやベルト、それからリボンのついたブラウスは天秤座の開運ファッションです。
ラッキーフードはおしゃれな食べ物全般で、街で言うとミラノが天秤座の波動ですので、おしゃれをして友達や恋人候補とイタリアンを食べに行くなんていうのも天秤座っぽいアクションになります。 NG 行為は八方美人になりすぎてしまうことです。天秤座はコミュニケーション上手で、人の顔を立てるのもうまいんですけれども、それが行き過ぎてしまうと八方美人になって逆に信用を落としてしまうということもありますので、態度をはっきりとするべきところははっきりするというようにバランスをとっていきたいところですね。またさっきも言った通り、天秤座は結婚を支配しているんですけれども、同時に離婚も天秤座の管轄です。幸せな離婚に向けて話し合いを進めたい方、決断したい方はこの時期を有効に使ってみてください。それでは次の期間ですね、4月7日15時29分から4月9日21時56分までのサソリ座に月が滞在する期間の開運アクションについてお話していきます。サソリ座のルーラーである冥王星が3月24日15年ぶりに水瓶座に移動したという話は以前からしてきましたけれども、その冥王星はこのサソリ座の支配星ですので、今後見逃せないトピックなんですね。サソリ座は12星座1のセクシーなサイン、洗練された大人の女性のサインでしたね。銀河鉄道39のメーテルや紅の豚に出てくるジーナみたいなイメージです。少し影のあるワインの似合う大人の女性という感じですね。社交的な天秤座に対してサソリ座はこの人と決めた人にコミットするサインです。結婚は天秤座の管轄なんですけど、たった一人のパートナーである運命の人、いわゆるツインレイを見つけることはサソリ座の担当分野なんですね。一人の人にコミットするようにサソリ座は何かを深く掘り下げたり研究したり探求する星です。探求心が強い方や物事の裏まで読める人はサソリ座にいい星をお持ちの方が多いですね。じっくり話を深めて関係性を近づけたい方がいる方はサソリ座の力を借りていきましょう。この時期そんな深い関係になる人と出会いたいのであれば、有名な大通りにあるお店よりも裏通りにある知る人ぞ知る隠れ家的なお店です。お店選びにもこの時期こだわってみてください。サソリ座は家の中でいうと寝室が支配分野です。なのでこの時期お掃除をするのであれば寝室ですね。質のいい睡眠はサソリ座の運気も上げてくれますので、この時期は寝具を新調するのもいいかもしれません。ラッキーカラーはボルドー、深みのあるワインレッドはサソリ座の波動です。またこの日は赤と黒の組み合わせの服を選ぶのもいいと思います。下着は目に見えないところにありますので、下着にこだわることもサソリ座の波動を強めてくれます。ラッキーフードは納豆やキムチなどの発酵食品、そしてクルミやイチジクなど殻の中のものを食べる食べ物ですね。また熟成したチーズもサソリ座です。 NG アクションはネチネチネガティブになりすぎてしまうことです。深く考えることができるのはサソリ座の長所でもあるんですが、それが行き過ぎると行動が伴わず想像の世界で生きる人になってしまいます。サソリ座も水エレメントですけど、水エレメントっていうのはどうしても考えすぎると重くなってしまいますので、考えすぎないことを心がけるといいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。12星座は人生のサイクルとリンクしていると言われているんですけれども、天秤座でパートナーと出会い、サソリ座で運命の相手との絆を深めた後、待っているのは次は射手座ですね。射手座は外国や未知の世界を象徴していて、人生を飛躍させるサインです。こちらも楽しみにお待ちください。もしよかったら、あなたが明日からやろうと思った天秤座とサソリ座の開運アクションをこの動画のコメント欄に書き込んでみてください。月星座の開運アクションの内容や実行してみて感じたことを言葉にして書き出すということ自体が風の時代ともマッチした開運アクションです。動画を見ながらできる最初の開運アクションですので、ぜひコメントを書き終えてから画面を閉じてください。牡羊座木星期もラスト2ヶ月、12年に一度の大好天気を月と波動を合わせることでものにしていきましょう。今日の動画が良かった、ためになったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。スピーチャーリーチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。